はい、さい、山田バサラヤイビン。本日は10月の21日月曜日の朝なんですが、今日はですね、お知らせすることがいっぱいですので、もう早速お知らせ始めます。まず一つはですね、昨日サラバンジだよりの外伝としてですね、お伝えしましたですね、マネージャーのキリリン君がですね、チケットを作ってくれまして、こんな感じでですね、山田バサラ2025年4月27日シュガーホールサラバンジ祭りのですね、チケットができましたのでですね、ぜひ皆さんお買い求めください。直接ですね、私にですね、チケット買いますよというですね、ご連絡があればですね、沖縄県内であれば北は国頭から南は糸満までですね、私直接お伺いしますのでご一報ください。そして今度ですね、もう一つのお知らせなんですけれども、10月の26日、今週の土曜日になりますね、北中城村戸口にあります、僕の T シャツのデザインにもなっております、自家焙煎コーヒー屋豆丸さんで、パーラー交流会というイベントをやります。出演は山梨からこのアロさんですね、山梨からアロさん、そして、他にもですね、なんか出店ね、お店のね、宣伝も来たい、お店の宣伝にも来られるという方もいらっしゃいます。イベントの宣伝にも来たいという方もおりましたのでですね、皆さんぜひですね、パーラー交流会、これお昼の時間ですね、13時半から15時半までやりますので、皆さんどうぞですね、遊びに来てください。そしてこの日もちろんチケットのですね、サラバンジ祭りのチケットも開始しますので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。はい、このパーラー交流会につきましてはまたね、後々、またお知らせしていこうと思っておりますが、今日のね、宣伝はメインはこちらでございます。はい、なんとですね、竹原ピストルとのライブはですね、この間の泣き陣のお知らせだけじゃなくて、もう一つ実はあるんですね。11月の27日の水曜日に行われます、浦添にありますライブカフェジュライさんでですね、竹原ピストル、山田バサラのですね、ツーマンライブが決まりました。ジュライ、浦添のジュライさん久しぶりなんですね。今回、沖縄市のジグザグでね、ピストルとのツーマンね、できたらいいなと思ってたんですけれども、マスターがちょっとその日不在だということで、もう今回はですね、ジュライさんね、ライブ決まりましたので、皆さんどうぞですね、もうチケットすでにですね、もう何枚か予約が入っているみたいですので、早めにですね、ご連絡いただけると、皆さんも安心してですね、ソールドアウト必至のイベントとなりそうですのでですね、皆さんぜひ、今日の、このお知らせ聞いたらですね、概要欄に、今日のですね、竹原ピストルとのですね、このライブのですね、お知らせね、概要欄に、はい、掲載しますので、ぜひお問い合わせください。はい、お待ちしております。ということで、なんかほんとね、シュガーホールも近くなってですね、チケットができるとかね、それに合わせてですけれども、人の動きも激しくなったりとか、なんか、こうやってね、ピストルとのライブが入ったりとかね、してですね、実は、パーラー、昨日、パーラー交流会のね、ご挨拶も兼ねてですね、豆丸さんに行ってきたんですけれども、なんか豆丸さんにですね、いろいろね、看板を作りましょうかとかね、そんな話をね、していただいて、もう非常に嬉しいんですよね。いろんな応援してくださる方がいる。そしてマネージャーのキリリンがね、もう本当に苦労してですね、苦心してですね、チケットをね、作ってくれて、なので、なんかそうやって応援してくれている、仲間にですね、なんか喜んでもらえるようにですね、僕も、なんか日々をですね、一生懸命楽しんで生きていこうと思ってますので、ぜひですね、皆さん、今回の竹原ピストルとのスーマンライブのご予約お待ちしておりますし、チケットのですね、ご予約もお待ちしておりますしね、本当にこれからね、どんどん大交流会もですね、いろんなイベントが目白押しですので、ぜひお楽しみに、本当応援してくださる方にですね、なんかそこに依存するんじゃなくてですね、お互いにですね、応援し合うように、僕も応援をしてもらったら、僕も応援してあげるようなことで、あげるって言うんですけどね、応援し返せるようなですね、ってことができるように、これからもやっていきますので、皆さんどうぞ、引き続き、
応援講座ね、概要欄にありますので、応援ね、サラバンジ祭りの応援講座、そしてサラバンジ隊も、引き続き募集してますね。今日なんかいっぱいいっぱい募集あるね。サラバンジ隊、そして応援の、応援金の講座、そしてピストルとのライブのですね、お知らせ、そして、チケットも開始して、そして土曜日は、豆丸さんでパラ交流会。はい。皆さん分かりましたか？はい。どちらでもお待ちしております。今日も一日、サラバンジ！